どうもこんにちは、あいやきっちですと。はい、ということで、はい、後ろにメタルキング見えてますけども、魔法使いの今レベル、しかもね、修練の書を買ってまでね、頑張ってレベル上げしております。まあ、何のためにレベル上げてるかというと、今日から始まる、ね、今日から始まるインフェルノ、ね、インフェルノフィーバー。まあ、普段だったら、まあ、インフェルノぐらいね、まあ、どうでもええわいっていう感じなんだけど、まあ、ゾウとね、あの、報酬がかなりいいよね。まあ、あの、報酬ね、まあ、ゾウも欲しいのは確かなんだけど、まあ、常闇の報酬はいいんだよ。どっちでもね。いや、砂とか雫とかね。まあ、ちょっと欲しい人はね、申し訳ないんだけど。でも、聖守護者ね。聖守護者。聖守護者の報酬、羽ね、羽、各羽。あれが10個もらえるでしょ？本来ならば、まあ、各種ボス、まあ、1を倒しても、確か、初回で、何個だろう、2、3個ぐらいだよね、もらえるのって。それがなんとインフェルノ初回いきなり10個もらえるからね。まあ、前回の動画でもちょっとご紹介したんですけど、あのあれをね、羽10個もらえるのはね、かなり美味しいっていうよりは、まあ、メインでね、ガンガン僕はバトル頑張って聖守護者やってんだよっていう人にはね、まあ、大した代物じゃないものだと思うんだけど、おい、始めたばっかりのそこの人は、まだ始めたばっかりって、まあまあレベル100ぐらい、ね、まあ100年ぐらいはね、1週間で簡単に行こうと思えば行けるけど、まだまだ聖守護者のクエストやってなくて行けねえんだよっていう方ね、インフェルノ行けるから、うん。で、あの指輪ね、他の耐性指輪よりは断然すごい代物なので、まあ、前回も話しましたけど、宝珠と指輪だけでね、100にできるから、めちゃくちゃ耐性がね、すごく作りやすい指輪なのね。まあ、ドラゴンクエスト10オンラインのね、最大の敵リーネさんとの戦いもあるんだけど、合成の時ね、合成の結果が。まだのね、ちょっと聖職者ぐらいはちょっとあやきちね、クリアしたいということで、このインフェルノ行くための条件がレベル100っていうね、そういう条件があるので、ちょっとね、昼レベル25だったんですけど、魔法使い。ちょっと100までね、頑張って、レベル上げてインフェルノをね、いけるようにしたい。で、魔法使いだとね、大概のもんいけるよね、多分。うん。メラゾーマン効くようなやつ、効かないようなやつって、まあ、デルメゼぐらいだもんね。あとは魔法バンバン打っとけば、まあ、倒せるっしょっていう敵だから。あとサソリもそうなのか。サソリもちょっと、炎系の呪文、聞きづらいんだよね。確か。まあ、それ以外は別にジェルザークも魔法構成昔あったし、ガルダドンもね、魔法構成あるし、バラシノも魔法構成だし、まあ、ヒットポイントあとは上げないといけないけど。あとは何だろうな。あとは別にレギュラーズも最悪魔法でいけそうだもんね。いや、ていうか魔法構成あるもんね。なので、魔法さえ上げとけば全、常闇いけるんじゃないかと。まあ、デルメゼとね、ちょっとサソリはね、規制しないといけないけどね。すいません、つって。すいません、失礼しますって言って。規制してます、ごめんなさい。まあ、そんな風な、こっそり行かないといけないけどね、こっそり。もう生きててすいませんぐらいのね、勢いで行かないといけないんだけど、魔法使いか天地かな。ま、って言うても、天地もあれだけどね、バラシュナだとちょっと泣きそうになるけどね。まあ、天地でも行けそうだけどね。まあ、でもね、少しでもね、少しの火力でもね、皆さんにね、こう、捧げようとね、まあ、頑張ってね、魔法使い、レベル100、ちょっと上げて、行っていきたいと思います。
ようやくレベル99。さあ、あと1レベル。あと1レベルです。はあ。解放してねえ。さあ、ということで急いで解放クエへレッツラゴー。たってことであっという間にレベル100、はい、解放されました。ありがとうございます。さあ、ということで100レベルまでなんとか上げました。はい、じゃあ次は、まあ、装備ね。まず武器防具、まあ、こんなんじゃとてもじゃないけどダメージ出ませんでしょう。ということで、はい、ために貯めたへそくりふね、貯めたのごとくこっそりね貯めといたこのメダル、両鉄へ、うん、100レベルのやつだよね。なので100レベルで、あ、黄昏装備できるじゃん。たまに、いやでもな、これあれだよね、追撃だよね。まあでもまあいっか、まあ、効果は何でもいいんだよ効果は。はい、ドン。はい、完璧でもないな、これ。ちょ、完璧でもないな。一応探検もしたいんだよな。探検魔法使いもちょっとやりたいので、探検魔法使い100のね、100レベルの探検を交換したいんですが、あー、グラフィアスか。この辺って魔法系特化のやつないんだよな。攻撃魔力上がらないもんね。あ、上がらないよねやっぱり。まあ一応ちょっと交換しとくか。一応探検を1個交換して、あ、暴走率1個ついとんね。まあまあまあいいでしょう。ちょっとさっきの両手杖はちょっとね、あ、足らなかった、残念。じゃあこれ行くしかない。やっぱり100レベルといえばソプスが装備できるので、まあこの一式をね手に入れていきたいと思うんですが、頭か体下に麻痺60がちょっと絶対条件となる。まあ、前回ご紹介した、はい、こちら満月リングスターキメラね、これちょっと作ってなかったね。まあ体下か頭に 60% つけば麻痺が100になるので、まあこれでねちょっとね、なんとかごまかすしかない。100、とにかくソポス一式を揃えたい。お願いします、出てきますように。さあ、そういうわけでゼルミア行ってきたんですけど、いやー、揃いましたソポス。しかも運がいいことに、こちら頭に麻痺と体下に麻痺がついて、はい、麻痺 100%。 しかも攻撃魔力もついてるもんね。うん、麻痺はねこれマイナスだったんですけど、錬金師で直しました。で、体の上にも攻撃魔力もついてて、かなり火力はねアップしたと思います。闇のダメージね。ベルトがちょっとねなかったのでね、ベルトはこんなゴミみたいなやつなんでね、ちょっとすいません。さあ、じゃあ早速ね、これをレグナードに行こう。まだです。ちょ、某ね、はい、某チャンネルみたいに行ってみました。はい、すみません。いや、まだなんですよ。あと何をするかというと、これ。あ、スキルね。これ見ての通り、はい、クエストをやってません。なので、今から食クエだけね、ちょっと全速力でやっていきたいと思います。メラガイアはさすがに覚えたいもんね。ってなわけで、スキルをね、全部覚えてきました。まあ、レベルのおかげでちょっと足りないんですけど、触れないんですけど、まあ、両鉄で魔法ね、なんとか200取れることができました。さあ、装備もしっかり揃って、あ、サフラン装備してる、ごめん。これクエストのあれだな。クエストの名残でね、ちょっとしてるんですけど、まあ夜まで待たないとね、あの枕野郎が出てこなかったりね、とんでもねえクエストだね、多かったね魔法使い。ちょっとめんどくさかったんだけど、さあしっかりソポスも取って、これで麻痺ガードを、はい、100、そして雷が 29% ってなわけで、
あとが宝珠なんですけど、まあある分ねちょっと頑張ってやりました。うん、瞬きぐらいはあったんだけど、あとメラギラの極意ね、これはあったんだけど、あとね魔力覚醒のね、果てなき魔力覚醒とかねないんだよね、瞬きとか。まあこれはまあおいおいね頑張って取っていきたいと思います。さあてことで早速ね、こんなね始めたての、まだ朝は25でしたよ、レベル25。そして頑張ってねゼレミアね取ってきました。そんなあやくちでも、はい、レグナードインフェルノぐらいいけます。うん、なので、まあ、正直ねインフェルノ軽い気持ちで言ってください。さあパラディンいるんでしょうか、お願いします。うわちょっと見た感じパラディン、いや一人いたっぽいけど、パラディンか、オガコ、オガコパラディン。さあ初めてのレグナード戦頑張ります。ちょっとねあれは取れないけどね、早読みの杖の、あれ大丈夫か、ちょっとパラディンいないのか、大丈夫か、ちょっとしっかりね、ちょっと、あ、これ探検に来た方がよかったな、これ探検魔法使いの方がいいぞこれ絶対に。正直パラディンみたいに移動がね、あ、いるじゃんパラディン、パラディンいるぞ、移動固定できるなら杖の方が強いんだよね。まあなぜかというと、うわジンがね置けるから。まあなんだけどちょっと待って、大丈夫か、多分パラディンいるよね、おいしょ。さあ超暴走魔法陣、探検っぽいな、隣のパート。さあ引いてあげたよ、両手杖やないか、あやべえ、危ねえ、危うくテールスイングに巻き込まれそうだったぜ。ちょっとパラディンの後ろにいようね、ちゃんとパラディンの後ろにいようね、ちょっとパラディンさんが動くと僕らも動かないといけなくなるんで、おいしょ、気をつけろ、ジャンプ気をつけろ、おいいね、だっちゅうのに、だっちゅうのに見とれてるのね、はいね、やっぱまあ見とれちゃうよね、うん、わかるような気がするけどね、だっちゅうのって懐かしいねまあ見とれる気持ちはわかるけど、そこまであれかな、見とれるほどクリソツに作ってんのかな、まあいや余計なこと言わんとこね。さあよいしょ、あそうそうそう、魔法使いの必殺も強くなったんだね、気をつけろ。3 4、タゲ誰、5 6、これ僕だ、やべ方向来る、方向は黄色くなったら、黄色以降ね黄色になったら来るんだね、離れておいてくださいね。まあ、こんなど真ん中にネグナードがね陣取ってたらね、離れるも何も全フィールドをこれ竜の方向効果来ちゃうからね、おお来てしまったって、うついてねえな本当に。まああとは赤になる時とあと怒りだね。さあちょっと待て、落ち着け、初勝利したい、一発で倒したいよこれ。さあパラディーンの後ろにちょっと移動したよね、オッケー。さあ必殺をやってと、おいしょ、ミラクルゾーンで NP 消費なしと強化だね、呪文上限アップのいい立場だ、いいと立ち位置だ。さあカビアリ来る、いやマジか、感電なってない、大丈夫これ、印籠がなかったらやばかったね、印籠がなかったらもうやば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 さばやまみさんですよ、何回やばいやばい言うけど言うな。あ、来た来た来た、来るぞ来るぞ来るよ来るよ、おいいね、見とれ、ナイス、ダッチューのすごいな、ダッチューのすごいな、健在か、その威力は、その威力は健在か、ダッチューの。さあ、いけいけいけ、ほら、さあ、こんなあやくちが朝にはレベル25だった、あやくちが、はい、簡単、もうね、こんな感じなんですよ、こんな感じで倒せるんです。はい、ありがとうございます。さあ、ここで常闇の竜、レグナードの像ゲット。
やったー。いや、マジ嬉しいんですけど。というわけで早速飾りたいと思います。ドーンっていうね、でけんだって、マジで。これでかいんだって。でかすぎだろ。置く場所ねえじゃねえかよ。いや、これね、ちょっとね、マイタウン専用なんだよな、この像。かっこいいんだけどさ、台座ありなしか選べないもんね。もうちょっとさ、ほら、顔がもう、顔が家に渦巻ってるっていうね、もうちょっとちっちゃくできないのかね、これ。普通の住宅村の人さ、置けねえぜ、これ。なんとか M 土地ならね、ギリ置けそうだよね。いや、置けねえぜ、これ。せっかくの常闇のニグナノの竜だからね、飾りたいんだけど、まあ、今後出てくる聖職者とかの像もね、かっこいいからね、これは僕欲しいがために行ったんですけど、これは S の土地の人はかわいそうだぜ、これ。インフェルノレグナード初参加、あやきちデビューしちゃいました。まあ、レグナード普通に倒せると思うけどね、これで。うん。まあ、なので、まあ、あやきちでも、こんなあやきちでもちょっといけるんで、まあ、ちょっとね、僕ね、装備にこだわっちゃったけどね、ソポスとか。まあ、言うても、麻痺ガードさえ、麻痺と印籠さえあれば、まあ、これなくても最悪ね、最悪クリアできます。うん。まあ、なので、ね、他の人に迷惑かかっちゃうから、行きづらいんですよ、だとか、まあ、そうやって思ってる、そこに君、いけるから、魔法使いさえ使えとけば、まあ、あとパラディンね。パラディンがね、パーティー構成いればね、もう簡単。うん。ということで、インフェルノ、本当にね、気軽に行ってください。マジで、聖職者のあの、羽かな？指輪に交換できるので、かなりお得です。もう、耐性指輪よりかなり強力な指輪なので、耐性ちゃんと作れば、すごくお得なね、イベントなので、インフェルノフィーバー、気軽に行ってください。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。運営さん、ちょっとレグナードちっちゃくしてください、もうちょっと。はい、ってことでバイバイ。